こんにちは、自由の町です。はい、今日なんですけど、前回動画の最後で明るさ比較を最後やりましょうって言ってたじゃないですか。あー、 LED のフォグランプ、はい、それを今回は、実際に持ってるんですけど、うん、こちらの商品を使って、うん、順番にこれがこの明るさっていうのを実際に見ていただいて比較していこうかなと思います。はい、で、こちらのバレンティさんの商品なんですけど、うん、こちら EX タイプですね、うん、こちらは、3000ルーメンあって、うん、カラーのラインナップがイエローとホワイト、あ、2種類あんね。2種類選んでいただけます、うん、なのでお好みの色を、どちらか選んでいただいてつけるという形になります。はい、はい、続いてこちらですね、NX というシリーズなんですけど、こちらのいいところは、もともとはこちらの真ん中の3800ルーメンって書いてる標準カラーというものなんですが、うんうん、NX はこのようにフィルムがついていて、イエローとクールホワイトっていうカラーを、フィルムを貼ることによって選んでいただけるんですよ。ああ、そうなんや。そうなんですよ。なんで、もともとフィルムを貼らない状態はこちらの標準カラー、うん、イエローのフィルムを貼れば、3100ルーメンになって、イエロー、うん、で、クールホワイトのフィルムを貼ると2800ルーメンのこちらのカラーになります。へー。なんで、カラーのラインナップとしては3種類あるものになります。はい、はい、で、こちらですね、最後は、ZX なんですが、もうこちらはもう前回見ていただいたんで、分かると思うんですけど、これはもう最強の数値ですね、うん、で、こちらのすごいところなんですけど、うん、LED の玉でちょっとちっちゃくて見にくいんですけど、うん、3年保証、メーカーさんが3年の保証をつけてくださってるんですよ。マジで？はい、長いな。3年って長いですよね。うん、すごいな、はい、EX と NX って何年やったっけ？ EX と NX は1年保証。ああ、1年保証ですよね。です、1年保証です。明るさも約3倍ぐらいあって、うん、なおかつ3年保証、しかも車検対応なんで安心やな。安心ですよね、うん、これは安心やな。はい、はい、で、これからこちらの、まあ、E ペケと、N ペケと Z ペケの明るさの比較を取っていこうかなと思います。もう一回言ってくれへん。はい、もう一回商品、なんかおかしかった気してんけど、こっちから、E ペケと、N ペケと Z ペケですね。元気みたいなそれ。俺も昔若い時あったな、絶壁とか。絶壁ありましたね。うん、俺の手にかかったらもう3秒でピーだね、絶壁。マジっすか。ということで、こちらをね、明るさ比較やっていくんで、レッツラゴー。はい、そしたらこちら見てみたいと分かるんですけど、弊社の商談ルームに置いてあるサンプルですね。はい、このサンプルを使って、こっちから純正と EX のイエローとホワイト、はい、とこっちが NX、はい、で一番端が ZX、はい、という順番にちょっと比較してみます。あ、そしたら一斉に全部光らせれるってこと？そうです。あー、面白いな。ここに置いたよりすぐりたちを一気にできるっていう、はい、じゃあ実際に照明切っていきます。はい、そしたら実際につけていきます。はい、はい、こちらが今ついてるのが純正になります。はい、前も見ていただいたんで、まあ、明るさはこんな感じですね。はい、はい、で続いてこちらのコーナーは、EX の X になります。はい、ちょっと一回実際に光らしてみます。はい、わあ、明るいな。そうですね、そのホワイトの方でもすごく明るいし、うん、黄色でも十分明るいのが伝わりますかね。うん、わかるわかる。はい、結構明るめの黄色なんで、うん、はっきりとした色ですね。はい、続いてがこちらですね、はい、NX です。はい、あー、もう NX でも目ちょっとくるな。きますね。うん、でこちらは、先ほどお伝えしたと思うんですけど、このフィルムを、うん、バルブ本体に貼ることによって黄色か、あー、黄色くなった。はい、こちらのクールホワイト、ちょっと青みがかってるんですけど、こちらが、クールホワイトのカラーになります。あー、ちょっと青くなったな。はい、青白いような感じ。そうですね、青白くなりました。うん、なんで、このままでつけていただくと純正の、標準カラーで、これをつけるとイエローで、こちらがクールホワイトになります。なるほど。はい、フィルムを貼るだけなんですごく手軽です。はい、続いてなんですけど、心の準備はいいですか？ OK ですか？うん、僕の手越しにもうすごくもう光りたい光りたいほんまやな。はい、
真っ赤かなって出て、はい、うん、いきます。うわうわあ、メガメガやな、これミスからいったじゃないですか。バレた。ゴリアときますよ、これ。ゴリアで。ゴリアときます。40秒で支度します。はい。ということで、こちらが、ZX ですね。めっちゃ明るいな。これちょっともう僕、前回見て、残像しばらく残ってたので、もう怖いんで、もう直視はしません。音声からの、EX からの、NX からの ZX からのマス。はい、ということで比較動画していったんですけど、いや、めっちゃ分かりやすかったけど、はい、まあ、なんせ ZX がめちゃくちゃ明るかったけど、最強ですね、うん、まあ、この3つの言ったら値段もちょっと気になるかな。あ、そうですね。そしたらこっちの EPK からなんですけど、うん、EPK は、13,500円の消費税になります、はい、でこちら隣は、NPK は16,899円の消費税、はい、で最後 ZPK なんですけど、29,980円の消費税です。あー、ZPK やったら1万円ぐらい上がるけど、はい、3年保証やもんな。そうですね。あ、だこれ1万円上げる価値は僕はあると思う。確かにめちゃめちゃ明るかったじゃないですか、うん、3年保証社会無視化になったもん俺。これつけたらもしかしたらゴリアテに見つかるほど明るいかもしれないんで、うん、注意してください、はい、で、こちらの ZX なんですけど、バレンティさんにこれからお願いして、サンプルも作ってもらって店頭の商談ルームに、うん、置いていこうと思ってますんで、うん、まあ、実際足を運んでいただいたお客様はそちらを見て、実際どれにするかを選んでいただければなと思います。はい、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。